ビスマックビヨンボサンバ、ビズマックビヨンボスンバ、1992年8月28日イは、コンゴ民主共和国のプロバスケットボール選手。カタンガ州、ルブンバシ出身。NBA のフェニックスサンズに所属している。ポジションはセンター。16歳の時に、イエメンで行われたユース大会において、ヨルダン代表、アンゴラ代表のヘッドコーチを務めたマリオパルマに、 見出され、スペインで練習する環境を与えられた。スペイン2部リーグの CB ジェスカスでプレーした後、2011年1月9日、リーガーク部のバロンセスト・フエンラブラダで、初出場、13分間で5得点7リバウンドを上げた。その後僅差で勝利したレアル・マドリード・バロンセスト戦では6得点、3ブロックショットを上げている。2011年のナイキフープサミットでは、 世界選抜に選ばれ全米選抜と対戦した。この試合で、ビヨンボは12得点、11リバウンド、10ブロックショットのトリプルダブルを上げた。同サミットで、トリプルダブルが達成されたのは初であった。2011年の NBA ドラフトで一巡目7位で、サクラメントキングスから指名されたが、すぐに、シャーロット・ボブ・キャッツに保有権が移動。 NBA ロックアウト終了後の同年12月19日、ボブキャッツと契約を結んだ。2015年6月30日、シャーロット・ホーネッツは、ビヨンボにクオリファイングオファーを提示しないことを発表。これによりビヨンボは完全 FA になった。その後7月4日に、トロントラプターズと2年600万ドルで契約。 2016年3月17日のインディアナペーサーズ戦では自己最高の17得点に加えチーム新記録となる25リバウンドを記録した NBA プレイオフではセミファイナルのマイアミヒート戦から負傷のヨナス・バランチューナスに代わりスターターに入りカンファレンスファイナルのクリーブランド・キャバリアーズ戦の第3戦ではチームのプレイオフ新記録となる1試合26 リバウンドを記録した。2016年7月2日、オーランドマジックと4年7200万ドルで契約した。2018年7月7日、3チーム間のトレードで、フルスのホーネッツに復帰した。2019から20シーズン終了後に FA となったが、2020年11月30日に、ホーネッツとベテラン最低保証額で再契約した。 2020から21シーズンオフに FA となり NBA の複数チームからオファーを受けていたが同時期に父親が亡くなり精神面が不安定なことを理由にオファーを断っていた2021年11月にはリーガアク部のサスキバスコニアが獲得に興味を示していると報道されたが2022年1月1日にフェニックスサンズと10日間契約を結んだ その後、11日にシーズン終了までの契約を結んだ。ありがとうございます。